フラミンゴをお楽しみいただきました。そしてインタビュー、これ貴重ですよね。はい、だって世界一忙しいドラマーなんでしょ。そうですよね。はい、セッションからセッションへという、はい、これなかなか時間を見つけるのが大変なんですけれどもね、うん、で日本で演奏するのが大好き。はい、ね、はい、何度も今まで来日されているそうなんですけれども、はい、うん、でもあのご自身名義のグループでは20年ぶりということで。もうそうなる、はい、あ、なるほど、はい、ガッドギャングで来たのが88年、はい、そういう時間の変化があるんですね。すごいですね。今回の、はい、フレンズなんですけれども、はい、ロニー・キューバーとか、はい、ジョイ・デ・フランセスコとか、はい、ポール・ボレンバックですよね、はい、でそのジョイ・デ・フランセスコなんですけれども、はい、8歳の時から弾いていて、はい、でマイルスとも共演したことがあって、でギターのポールが、はい、なんかこう20年間ずっとジョイと一緒にやってきたということ。そしてあのロニー・キューバーは、うん、その20年前来日した、はい、あのガッドギャングのメンバーでもあるということですので、はい、これはもう職人中の職人ですよね。そうですね、どうでした、あのうねりとか。最高でしたよ本当に。もっとあのテクニカルでクールでっていうイメージがあったので、もっと本当になんていうんですかね、大人っぽい感じなのかなと思いきや大人っぽいのは当然なんですが、うん、温かみがあって、うん、なんか失礼かもしれないけど可愛らしい感じがありましたね。でもそれ最大の賛辞でしょ、オーバーシクスティー君の、ね、まあ、ご本人もそうですし、はい、そういう皆さんに、ね、本当に仲が良いんだろうなという、うん、そう、本当に楽しそうに演奏しているっていう彼らなんですが、はいはい、実際にインタビューで伺ってみたいのは、はい、演奏しながらどんな感覚でやっているのか、はい、どんなケミストリーがそこに生まれているのか、うん、by Steve Gadd in his own words. You know, the most important thing for me to do is to be into the music. It's not about my thing. It's about our thing. And it's being able to hear each other and know that I'm heard and just know thatEveryone's listening, and to just be a part of the band and to let the music play us. I mean, I don't ever think I'll not play music. I think that I love playing, and maybe someday I'll be in a position where.I might not have to play because I've saved enough money to relax a little bit, but even if that happens, I would still play, I think. And I think, you know, getting older in years, I feel great. I'm probably in better shape now than I was when I was, you know, in my 30s. You know, the age of the band shows in the way we play, too. I mean, it's like...you know, we're still able to play hard, but it's fun to play easy too. And when you're young, I think you like to play hard most of the time. So I think that, you know, I'm happy with what's happening, you know, getting older. I'm okay. And I'm glad that people still come and want to come and hear me.Not only old friends, but it's nice to meet some new ones too. いやー、あんなパワフルなドラミングなんで、はい、ちょっと情熱的な人なのかなと思いきや、クールで控えめですね。はい、紳士的な方ですね。ね、63歳で、ああいう、もう、まあ、いわば境地に達してるんでしょうね。で、年を重ねて、はい、ますます演奏が楽しくなっている。素敵なことですね。行ってみたいですよね、はい、そういうセリフをね、本当にそういう境地にも達することは僕は無理なんだろうけれども、せめてね、やってることが楽しくて仕方ありませんっていう、それをずっと続けることができるっていう、素晴らしいですね本当に。老いてますますっていう言葉を使いたくないんですけれども、本当にこれからも楽しませていただけるという、本当に、あ、じゃあもう楽しんでいただきましょう。 On stage Steve Gadd and Friends. Great stuff.